ここは危険だ。安全な場所へ移動しよう。でもカケル君とセンリ君がまだ。カケルか、あいつなら心配ない。え、カケル君をご存知なんですか？詳しい話は後でする。さあこっちだ。はい。守る代わり風切り場を追ったバリン抜き。月は満ち欠け時間を落とす羽の輪郭なぞる星彩。いつからこうして追い越しに触れてたのか。無くなれてさえずるたびにもう咎上なしのに作り変えた花。ノルンでの生活には満足か？はい、旅人さんの言う通りでした。17歳になった春、お迎えが来て私は大切なものを見つけることができました。そうか。能力はどうしている？他の能力者には話しているのか？怖がられてしまうんじゃないかと。確かにそうだろう。お前の能力は他を圧倒するものだ。正しく使うことができなければ全てを焼き尽くしてしまう。その能力を正しく導けるのは私だけ。私と一緒に行こう、小春。さあ。どうした、小春？今私を呼ぶ声が。小春、あれが敵だ。何の罪もない人間をこうして苦しめている。お前の力なら倒せるはずだ。私、人に向かって能力を使うことはできません。では、脅かすだけでいい。連中のいる場所に火柱を起こしてみろ。でも、あの少年がお前にとって一番大事な人だとしたら、お前しか守れない。お前だけがこの争いを止めることができる。どうした？顔色が悪いな。列車に酔ったか？いえ。あの、旅人さんはどうしてカケル君のことをご存知なんですか？カケルは私の息子だ。カケル君、お父さんは殺されたって。私にはこの世界を正しい方向へと導く使命がある。だが、あのまま一緒にいればカケルの命まで奪われていただろう。それは同時に
大きな代償を負うことにもなった。気が遠くなるほどの長い時間を孤独の中で生きてきたが、あの時お前に出会えた。旅人さん。寝てるのか。今から小春を探しに行ってくる。どうして小春が父さんと一緒に行ってしまったのか、そもそもどうして死んだはずの父さんがあの町にいたのか、わからないことだらけだ。ただ一つわかることは、俺は小春と一緒にいたいってこと。たとえ全てを失ったとしても、俺は小春といたい。ユイガさん、僕を殴ってください。僕のせいです。あの時僕は小春さんから離れちゃいけなかったんです。殴ってくださいとは言いましたが、ちゃんと手加減してくださいよ。僕は人より打たれ弱いんですから。桃の木は任せる。俺が小春を連れ戻すまでお前が世話をするんだ。え、どうして僕に。頼んだぞ。ユイガさん。ここは？我が家だ。お前がいたノルンに似ているだろう。はい。中は少し違うみたいですが。3度目のリセットの後、この地を拠点に工場を作った。リセット？文明初期化計画、通称リセット。人類が築き上げた偉大な文明、技術、思想、全てを無に帰す、時代を殺す計画だ。リセットするかどうかの判断は、世界によって選ばれた能力者、お前たちに委ねられている。そんな、どうしてそんなことをしなくてはならないんですか。戦争を避け、主としての人類を永続させ管理するためだ。そしてお前はそのリセットを止めることもできる。決断の時、能力者が一人でもかければリセットは実行不能となるからな。忘れるな小春、炎は全てを焼き尽くすことができる。だが大事なものを守ることもできる力だ。旅人さんはリセットを止めたいんですか。お前はどうしたい。私は。リセットは馬鹿げた計画だ。だがふと思うことがある。リセットすることでもう一度愛した人に巡り合うことができるんじゃないかと。え？わお、何あのでっかい弾頭は。あんなのぶち込まれたら世界終わっちゃうよ。早く夏彦さんに伝えないと。あ、うわ、やめろって。ああ、まだ気持ち悪いわ。あの船揺れすぎなのよ。ピー、ありがとう。ピー、何よ、そんな哀れむような目で見ないで。私は平気よ。この世界をリセットするかしないか、それは貴様らの決断次第だ。力のある人間が動かないのは罪よ。これは私にしかない力、私にしかできないことなんだから。ピーピーピー、大丈夫だって。ちょっと、
ユイガシロウの逃走経路は不明？今こちらで調査中だ。お前も知っているだろう。彼こそがリセットの発案者だ。彼の望みは2056年の再来。現在彼は我々の計画から離反して世界各国で暗躍、歴史を加速させようとしている。だから各地で戦争の火種を。でも一体何のために？お邪魔でしたか、はるか。あの旅人さん。退屈だろう。のんびり散歩でもしてくるといい。はるかさん、もしかして旅人さんの。私の力は全てを焼き尽くしてしまう。コール！どこにいるんだ！コハル！おい、起きろ。おい。一緒に来い。いきなり何を。いいから行くぞ。これから能力者たちを殺しに行く。ノルンを攻撃するって本気なの？そうまで言わないと貴様は来ないだろ。騙したの？今すぐ戻って。そう警戒するな。星を見るだけだ。星？今夜は満月だ。周りの星が霞むほど美しいだろう。ええ。こんなに高く飛んで、月にはまだ届かないのね。当たり前だ。40万キロ先にあるんだぞ。たどり着くまでどれくらいかかるの？聞いてどうする。私は無知が嫌いなの。行ったことがない場所にはできるだけたくさん行きたいわ。それが宇宙でも。真相の霊場とは思えない言葉だな。お会いにくさま。私はそんなに上品な人間じゃないわ。子供の頃は家の中に閉じこもっているのが嫌で、よく逃げ出していたもの。月に行くには相当の研究と時間が必要だ。移動のためのシャトルや重力に耐えうる装甲を構築。その前に宇宙についての研究も必要だ。あなたはやってるの？ユイがシロを倒すことの方が先決だ。そう、戦ったり武器を作ったりするより月の研究の方がよっぽど良さそうなのに。人生無駄にしてるんじゃない？俺もそう思う。気が遠くなるほどの歳月がかかるだろう。けれど研究していくにつれ新しい事実を発見するはずだ。発見は感動を生む。感動は科学者の原動力になる。そして人は夢を叶えるんだ。探し物は見つかった？ロン。見つからないってことは見つけられたくないのかもね。俺は必ず小春を取り戻す。ああ、結局最後まで収穫なかったな。耳飾りつけたままの方が面白くなったのかもね。耳飾り？どういうことだ！
めて船に戻ってきてくれ。小春の居場所が分かった。小春の居場所が分かったって本当か？ああ、ただし未来の居場所だ。未来の居場所？巫女の未来を見た。そこに小春さんが。状況を話したら政宗が心当たりあるって。どこなんだ？世界がある島だ。すぐに向かってくれ。心配ない、まもなく島の領域だ。待てよ、世界の島に行くってことは決断の時なんだろうね。みんなはもう決めたのか？未来の小春たちがその島にいるってことはみんながリセットを決めたのかもしれないよね。簡単に言うなよ。簡単じゃない。だからこそ俺たちのように特別な能力を持つ者が選ばれたんだ。俺たちが離れ離れになるのはその時なのかな。リセット後のことは何も聞いていない。全ては俺たち次第。シュクリさん？知らない、一緒に来てくれ。おい起きろ。おいクソガキ起きろ。シュクリさん。よかった、熱はないみたい。何なんですか、無断で人の部屋に。島に着く前にお前に話さなくちゃいけないことがある。何の話ですか？お前は俺の暴力はなしで。ちょっ、どうしてシュクリさんが水の能力を？あれ、この水覚えがあります。父さんが町に行くときに遊ばせてもらった川の味。ああ、この川がうちの村にもあればいいって二人で言ってたよな。あなたと川に行った覚えはありませんけど。この力は元はお前のものだ。え？お前の体は能力を所有するには無理があった。だからその一部を俺が受け負ったんだ。アイオンの力を借りて何度かあいつには助けてもらった。あの頃の俺は名前も正体も知らなかったけどな。あなたは僕にとって一体何なんですか？手を出せ。なんでですか？いいから出せ。これって、俺はお前の兄貴だ。え？兄？僕に兄はいません。僕はずっと一人です。兄なんてそんな人は。この暖かさ、僕は知ってます。僕はあの家でずっと一人でした。寂しかった。辛くて辛くて仕方がなかった。でも最初から一人ならきっと寂しくなかったと思うんです。本当はずっと僕のそばに誰かがいたからなんじゃないかと。これでお前は自由になれるはずだ。残りの力俺がもらってやるよ。体大丈夫か？驚くほど軽いです。気分がいいぐらい。でもなんだかひどく眠たいです。寝ろ。明日またお話できますか？ああ、よかった。どうしてあんなことしたの？うん、あなたは能力者じゃない。能力なんて持ったらきっとただじゃ済まない。
一度あいつの能力を奪ってんだから多少の耐性はついているはずだ。ずっとこうするつもりだったの？だからあなたはこの船に。ああ、だからお前を殺す気なんてなかった。知らない取引だ。今夜俺が話したこと全部千里の記憶から消してくれ。どうして？あいつに俺の記憶はいらねえんだよ。そんな、だってようやく。頼む、知らない。千里には自由に生きてほしいんだ。世界もリセットもどうでもいい。全てから解き放たれて、あいつらしく自由に。ありがとう。お前が17歳になった年だろう。季節は春。船に乗れ。そうすればお前は。